僕はスピードウェイの55乗ってて、で今までパイプやってた時は XLT 乗ってたんですけど、よりフリーライディングよりの板にして、まあ、セットバックにすることで結構やっぱパウダーランが今までより楽になったのと、まあ、飛び系もできるんですごい調子いいなと思います。まあ、選んだ理由もまあ同じなんですけど、まあパウダー滑ることが多くなったんで、そういうセットバックできる板がいいなと思って、まあでもそのセットバックできる中でも飛び系も僕好きなんで、飛び系もできる板がいいなと思って、まあ考えてたらこれが調子いいかなと思って、試乗会で乗った時もすごい調子良かったんでこれにしました。オールラウンドに滑るスノーボーダーの人に使ってもらいたいなと思います。ビンディングはハイランダーっていうモデル使ってて、で今までディフェンダー使ってたんですけど、まあそれの新しいモデルということで、なんかアンクルのストラップも二重だったのが一重になって、結構そのホールド感がすごい増して、まあその中にも結構動きが出るんですごい使いやすいです。もともとディフェンダーとか使ってたので、その硬さがちょうど僕は好きで、そうですねスピードウェイのなんかなんつうんだろう、硬さを最大限に発揮できるというか、板との相性がいいなと思って選びました。結構スティープなとこ攻めたりとか、まあ、パイプやってても全然僕はこれ使えるなと思って、そうですね、まあ、スタイル取ったりするのに使いやすいんで、そういうスノーボーダーに使ってほしいです。